日本名府伝小野寺十内の妻吉川英二1思い出も今は古い古門の小切れやらサラサのボロや赤いちりめんの片袖など履いたの面には彼女の丹精が細々と綴られてそれは春そばから春の日に乾きかけていたこの古門も早二十年ほどになろう両人の十内様が江戸詰めのお戻りに蝶の留水の褒美ぞとお土産に買うて下されたもの精の抜けるほど ようきた上、といてと金に直したり、お母様の道着にもしたり。彼女は、何かを楽しむように、張り混ぜた小切れの数々を眺めていた。19の頃、今の両人の従来に嫁いだ時のものすらある。小野寺家の新妻として、まだ、客にも周知打ていた自分の、自分の姿など、思い出されてくる。おや、お母様。ほほほほ、お縁側から落ちるといけませんよ。ご退屈なさいましたか。庭先から、 ふと、日当たりの良い小書院の縁を振りこって、二女は慌てて、そこにいる老母のそばへ、起こしに行った。両人の老母は、今年もう90であった。嫁よ、嫁よ、と呼ばれている二女ですら、十内代とそってから34年、50を少し超えていた。私が刃物をしている間、ここのお布団に座って、お花見をしておいで遊ばせ。東山や清水のあたりの山桜が、ここから、ちょうどよく眺められますから。 こうあやすように、老母の退屈をなだめて、茶屋菓子なども、そのそばへ置いて、時々、庭先と縁側とで、話しながら刃物をしていたのであったが、いつか老母は、買いげに、そこで居眠りをしていたのだった。目を覚ますと、老母は、わけもなく笑って、嫁女、十内はまだ帰りませぬか。と、尋ねた。まだ、お戻りになりませぬが。と彼女が答えると、今朝に限って、朝毛も一人で済ませ。 どこへ行ったのであろうあの子は。と、つぶやいた。九十の母から、今もって、あの子は、あの子はと呼ばれている二女の両人は、小野寺十内といい、赤穂の信で百五十国現職は、京都留守役、年は今年五十九であった。二、大概な藩の留守役というものは、交際上、派手で文句を貼って、家族の生活までが、途風に課されていたが、小野寺家は、京の町中にありながら、ほとんど、 のののの風ををそのまま一住,者の住居ぐらいいなお角とと中にただ清潔と乾燥を誇っててれしていた右衛門様。公右衛門様はと、今、そこの門を、行きせんって駆け込みながら、玄関へは問わず、家の横を見回している娘があった。面倒った仲間の宗兵衛というのが、風呂桶水を組み込んでいたが、お、お稲様か。若旦那は、そこのお書斎にいらっしゃいますよ。 何か心笑顔に薄笑いしながら教えた。お稲の声を知ると、高右衛門は、すぐ書斎を開けて、濡れ縁に出てきた。高右衛門はここの養子だった。小野寺十内の姉が嫁いだ先の大高家に生まれ、生家は兄の言語が継ぎ、次男の彼は、叔父に当たる十内の養子となって、まだ部屋住みの身であった。何か、世間で、想像しい噂をしていますが、高右衛門様は、まだ、何もお聞きになりませんか。かけてきたせいもあろうが。 おのの顔色色こそ血の色に騒いでいでた声をのみ、動機を抑えながら告げるのだった。夕べも、また今朝も、阿この方へ、朝の家の方たちが、早がに乗って、次々に急いで行ったとやらで町の衆が、いろいろ噂をしておりますが、おいは、二条に住む家人、金か土明の娘だった。十内も妻の二女も、風雅のたしなみがあるので、歌の会、茶のむしろなど、折りりに招き合っている。 コウエモンとオイネとも、その風邪の間にり染めただけのきれいな交わりに過ぎなかったが、それに恥じないにせよ、どっちの家も幻覚なので、やはり、葉隠れの花のように、人目は恐れあっていた。え、朝の家の早打ちが思い当たることがあるらしく、コウエモンが、こう、緊張を瞳に見せたとき、玄関の方で、養父の従来の声がした。あ、養父が帰ってきた。出迎えに立つと、それを機に、 おいねもすぐ帰っていったもったもと、尋ね、もし、語りもしたい思いは、もちろんお互いにいっぱいだったが。3、常と、少しも変わりのない従来であったが、帰るとすぐ、おに、茶漬けをくりゃれ。と、馬の食事を求め。ついでに、弁当を二つ、整えておけ。と、言いつけた。はい。と、二女は、前後しらえに、すぐ台所へ入った。 両人の唐突な言いつけに対しても、なぜとか、何しにとかいうような問いは、良人から打ち明けられない限り、純句は聞かないことが、この家の習わしであった。言うにも言えぬ、公の場合もある。男の腹というものもある。告げてよいことならもとより告げるが、語らぬことは、良人を信じて、自然、分かってくる日なり、語れる日まで問わぬがいい。もう30年も前。 ここへ嫁いできたときに言われた言葉を、その通り守って、その通り信じ合って、少しも、疑いというものをその間に抱き合わずに来た夫婦である。おに、母上はどちらか。今、お昼寝を遊ばしていらっしゃいます。そうか。こそで、割り羽織、キャハンなど、旅用のもの、そこへ揃えてくれい。お旅立ちでございますか。う、むむ。急にの、お国元まで。う右衛門をお連れ遊ばしますか。 それとも、お供は、やはり若党の左兵を。そうだな。と、ふと考え込む風であったが、左兵にしよう。孔右衛門をこれへ呼んでくれい。旅したくを済ましたところへ、孔右衛門が来た。その孔右衛門へも、妻の二女へも。留守を頼むぞ。司祭はおいおいと、また頼りするであろう。と、言ったのみである。着替えの片柄一枚、槍一筋、鎧一両それだけを、友に担わせて。 十内は、もう、一度、老母の部屋を伺ってみた。よくお休みらしい。つぶやきながら、十内は、襖の外に座って、両手を使えた。そして、行ってまいりまする。と、礼儀をして立った。高齢九十の老母は、何も知らず熟睡していた。実に、不意も不意。槍一筋、鎧一両を携えて、いかにも生々と立ってゆく、両人の影を。 門辺に佇たずんで見送りながら、日本画の方には、春の世間をよそに、一筋の涙が我知らず流れていた。武士の妻が。と、身に言い聞かせて、彼女は慌てて、家の中へ隠れた。4、この日から、京都は、愚か日本中が、江戸城中に起こっていた、けな大返事の噂に持ち切っていた。浅野の匠の神の切腹も、たちまち伝わった。平家の混乱ぶりが、なお、話題になる。とりわけて この後、浅野家の維新が、どうするか、赤穂城が、どうなるか、世間の地獄は、挙げて、その動向に注がれていた。お宅様でも、どんなに驚きなすったことかと、誠に、はや、単が潰れました。旦那様にも、即日、赤穂へお立ちとやら。ご内儀様のご心痛のほども、本当に、心から、お察し申しておりまする。と、う人ごとに、留守の二女は、こう見舞われた。が、 彼女は客へ微笑みを忘れなかった。というて、強いて気強いふりをして見せるのでもない。平素から、公のことは何も言わない良人でございますから、この度も、いつもの通りに国元までと言うただけで、立ってまいりました。後で人様から告げられて、さては、そういうことだったかと思い合わせ、今は、良人の身一つに限らず、どうか、ご家臣ご一頭様、すべてが、良いご処置を遊ばすように、それだけを祈っているだけでございまする。 しかし、そうは答えても、決して心は平静でありえなかった証拠には、もう乾き抜いて、風にも剥がれかけている刃、板のものを、さすがに、彼女も二晩ほどしまい忘れていた。もっとも、次の日、また、次の日と、客は絶え間もなかった。両人の親友であり、また、浅野家の範囲でもある寺井源慶が、不死し,してくるかと思えば、滅多に見えたこともない伊藤神祭の子息当該が来て、見舞ってゆく。台所へ来る商人から、 外で会う近隣の人々まで、彼女を見れば、その話だった。言葉尽くして、慰めもし、見舞いもしてくれるが、もう、その心の裏には、急に、これから、ご両人となって、どうして暮らしていくんですかと、探るような世間の通勇性も、そろそろ、彼女の顔色を、姿を見守り出していた。オラ、ルル、かの、おたん殿には、お十兵衛様でございましたか。さ、どうぞ。 花も散ったが、岡戸部は、ほうきめだって、いつもおきれい。部屋も縁も、つやつやと明るう、ご主人が留守とも見えぬ。いや、影前まで。と、客は、床へ目をやって、しん何か感じ入っている。十内のいとこで、京都の町寄り木を務めている、同姓の人、小野寺十兵衛だった。よく留守を問うてくれる。また、いろいろな消息を知らせてもくれた。今日も、たもとから、 一通の書面を出して、ただいま、赤穂からの飛脚がついた。十内殿のご消息じゃ、読むも涙。急いで、お目にかけに参った。と、それを二女にすぐ見せた。何も残らず、部足一両、槍一本、白肩びら一つ、京箱に入れて下り申し行。老母妻にも、志は申し聞けず、様子にて、悟り行も、ふいよいよ相当て曹はわば、母妻の儀。 ご奉のみ祭りこう。頼み上げ工場は、虫道前のお家の者ども、お恨み申し、あぐいきわけも無のこう。かつまた、こちらともは、籠城して、塔を開くべきためには、無の、ただ、各、二の時典、一の二の二十二、上とともに、自滅の覚悟にてこう。妻より一つかわしうろわば、ご体にながらおごしこうて、この書中の通りを、よきほどに読んでお聞かせくださるべく、女子でも、さのみ騒ぐまじく、覚えゆうのこうあいだ。 聞け下さるべくなおなお、一文のもとに至りては、一家の名を下すようなことはのあるまじく、交換、お心へきかるべくこう、以上。略意、十兵衛様、お願いがござりまする。その時後ろの襖を開けて、両手を使えたものがある。見ると、養子の公右衛門であった。私も、ぜひ、ぜひ役を下りと存じます。部屋住みの身とて、かくておるべき秋ではございませんる が、今日までは、祖母や養母のみ気づかわれて、じっと、こらえておりましたが、ご家中の方々も、また養父の決意も、それと決まりましたからは、兄の大高元語も、姉の良人、丘の金右衛門も、その国中郎も、すでに、赤穂の城中にありと耳にしているのだ。孔右衛門の気持ちは、察知ることができる。どうぞ、十兵衛様からも、母上へお願いしてください。主家あっての亀、名、下家き卿。 公右衛門の継ぐ加盟はないと考えます。養父に死に遅れては、一日とて、世上に面はさらされません。と、若い父親を押し押さえて、努めて、つつましやかに言うのであったが、涙は、棒だとして、畳を濡らしていた。よう言うてくだされた。支度は母が整えてあります。後のことはういなく、いつなと赤方へ日本が渡って、さながら、出陣のそれにも等しく、すべて、清らかな木綿の肌に、 腹巻き、小袖、細々した旅の具まで、ひとそろいそこへ運んできた。五、六日、七日の分、おのおの一度に届き申しこう。母様、何事のうぎょざなされ、こうよし、嬉しく存じこう。随分心をつけて、朝夕のみけ、うまきようにして信じ申さるべくこう。そもじ、いよいよ無事、一段のことにてこう。ここもとのぎ、気遣いのよし、もっともにこう。さぞさぞと思いやりこう。 門が、あこをえさして立ったのと、行き違いに来た、十内からの手紙だった。先に二女から出した分の返しであることは言うまでもない。続いて、数日の後また頼りが届いた。旅にある日とか、何かの紅葉で、夫婦離れてある日など、こうして、妻から両人から、こう、二の時点、一の二の二十二、に筆の頼りを交わすことの中の良さは、今に始まったことではない。およそ、はためにも、羨ましくもあり。 見よいものは、おのでら夫婦じゃ。とは、同伴の者からも、長年、藩として、言われていたものである。分けて今度は、その情も、さらに切なるものがある。従来の手紙には、また、必ず、九十になる老母のことが書いてあった。存じの通り、我らは、お家の始めより、昇進ながら、今まで、代々百年のご恩にて、各、二の時点一の二の二十二、親しない。 見温たかに一生を暮らし申しこう。二夫にも、小野寺家の着村にて、こう、家用の時、うろつき手は、家の傷、一門の面汚し、と聞いたらば、快く死ぬべしと思いきわめ申しこう。老母を忘れ、妻子を懐わぬにてはなけれど、武士の義理に命をすする道、是非に及ばぬところと合点して、深く嘆き給うべからず。母子様にも、幾ほどのこともあるまじく、こう、いか様にもして、 五輪中を見届けて賜るべくこう。年月の心入れにて、女祭あるべしとも、つゆちり思わず、モーすに泳がずそろえ、とも、頼み参らせこう。わずかの金銀火財、これをあり義りに養育しまいらせ、お命なお長く、宝つきたらば、ともに飢え死に申さるべくこう。大略。今にも、赤穂表は、合戦にでもなるような沙汰が聞こえた。城受け取りの使者が幕府から向けられたという。老城の阿穂の維新は、 おそらくただは渡さないだろうという。諸説、風声、句であった。その中にも、従来から、妻への頼りは、絶えなかった。さてさて、思いがけぬ世のありさま、昔語りに聞く上や、商人の太平気用のものにて見聞せし風情、今、この身になりて、まことに、風の前の塔か、外えのろと争う命となり、日頃、夜ずに、中手深かりし欲を忘れ、心の清きこと水のごとくにて、災いは、かえって、 出利の縁歌と覚えこう。と見えたり、また、そこ元の住居のことも、女の身として、難儀のほど、思いやられ、こうていたわしくこう。と、日頃から、優しい良人であった一面を見せていたりした。もう、この世での、家庭の日は。と、二女の観念も、そこに行き着いていたが、阿公表の情勢は、急転直下、海上退散と決まり、同志の密命と形を変え、ために、思いがけなく、彼女は、 再び両人内の姿を家にに迎える日にあった。六所詮前のような生活はしていられないので十内が帰るとすぐ家は陰移った東道員の西竹の辻というやぶぞいの手狭い老宅だったけれどその年の夏から翌元六十五年の秋までの一年余りのたくらしは二女にとってもう一度新たに十内へ貸して百年のちぎりを結び直したほど喜ばしくもあり楽しくもあった 世間の目は、ようやく、赤穂の維新の心根にサインを向け、陰口、露骨なそしり、なみしみなど、冷たいものの中ではあったが、誰かしろう万丈の雪。と、十内はいつも笑っている。また、二女も、貧富と戦い、そうした世間を悲がみもせず、やがての日には、必ず相分かれる両人を、いかにして、一日でも、機嫌よく遅らせることができるか、また、自分も、心残りなく楽しんで暮らして行けるか。 それのみに心を砕いて、一日一日を会い、ルビの糸は定本では、井戸、死んでいた。ついに、その日は来た。9月となった末である。大石蔵之助が山品を引き払った後、在京の同志も、前後して、江戸へ下っていったが、小野寺不死も、いよいよ塔立つことになった。竹の辻の老宅では、一夜、ごく内輪のものだけで、商や金別園が開かれた。忍びやかに返した客は、 十内夫婦の若の友金か土焼き、論語のしい当人祭と当該の節、医師の寺井源慶など、ほんの八、九名であったが、手狭な一室はいっぱいになっていた。十内の姉の定律天も、手伝いに来ていた。今年九十一となった老母は、どんな思いを抱いているのか、あるいは、世のあらゆるおとそう式僧を、あたかも、春秋の移りのように定観しきっているのだろうか。この十内と、孫の高右衛門の間に、ちょこなんと低く座って、薄目を塞いでいた。 ああ、これは手前が一昨年ごぼどうの九十の画に描いてあげたものですな。人才は床の一軸を見ていった。瓶には木肉がそうけてある。墨のコート菊のコートが香るとはしていた。父の詩ですか。父の人才はまだかつて人のためにことぶき司を作ったことがないのに十内殿にはよくよく喜びを共にしたものと見えまする。私が吟じてみましょうか。 子息の当該は、主配を欲して、虹を吐くように降仁した。母子年高く九十強。無有無病またむきず。老来の、こう思もだれかの奥知らん。膝元なお込んで小老となす。老母は、それにもせきとしていた。風を聞くおい松のようだった。千秋は、自作の国風を漏洩し、風流な十内も、近頃覚えたという髪型歌などを歌った。今日も良いも、程よく座を巡った頃、 奥の老母のの老部屋からことの音が流れてきた人々は一様に主配を置いて聞き惚れたここにいるうちわの人々には誰にもすぐ琴の主が分かっていた酔いから人知れず台所へ手伝いに見えていた先週の娘のお稲に違いないと皆様へこのオーナーからお願いがあるが91のオーナーが初めてつぶやくように言い出したので何事かと客の目は皆 その唇元へ注がれた。あの娘が愛しい、可憐らしい。これへ招いて、孝右衛門から、杯きなどやってほしい。十内殿、どうであろう。千秋様、おぼししょうは、どうお座りましょうの。すると、座にいた孝右衛門は、顔を真っ赤にして、おばば様、ご無用です。なまじ、相見て別れるより、私は、ことの音を聞いたのみで、心が満たされている。おそらくあの人もそうでしょう。 ことの返しに、私からも、一種吟じて答えます。とても世に、流老うべくもあらぬ身の、鍵のちぎりを、以下で結ばん。昔、楠木正幸が、吉野の見合いで、弁のない子を賜るとの御事のりを廃止して読んだという和歌である。時と人こそ違え、人々は、孔右衛門の心根を十分に汲み取ることができた。おう、おう。おい松のような大名の面にも、一筋の涙が流れていた。 高右衛門は次の朝家を建った。十内もそれから7日ほど置いて同じ東の空へ向かった。竹の辻の家には二女と九十一の女と二人きりになった。七江戸へ下る途中からも十内は幾くたびも妻へ頼りを送っていた。ふるさとにかくてや人の住みぬらん。一人観客。滋賀の裏松。だのまた限りありて。 帰らんと思う。旅にだに。なお、ここの絵は小意識者を。などと、折々の読み草が、手紙の末には、必ず、一種二種が競えられてあった。この秋の暮れ、ふっと、火の消えるように、九十余りの老母は死んだ。両人の帰らぬ旅立ちも、老母の死にも、今は動じることのない二女であった。やがて実この世の、夫婦一家の者が、長らく怨釈していた国土に対して、後の塵を清めておくべく。 間際まで散りやまぬ落葉をも余さず吐いているような気持ちであった。師走の十三日府で、江戸から来た両人の手紙には、忠義に死し,したる体を天下のもののに示して、人の心を励ま、三時、帰って本望にてこう。とあり、なお、夢夢お気遣いめされまじく、こう、もはや言うべき説もなく、ただただ、そこもとのこと、思いやるばかりにてこう。と、見えた。そして、 大石からの短冊が一葉封じてあった復讐の今日は翌十四日に決行され、一名四十七師の大使は貫徹した。そして次の消息は大石倉之助たちと共にお預けとなった細川家のうちから来た。翌年の二月初め、切腹のその日まで、十内と二女との文通は一目も羨むほどだった。二女からの手紙の端に書き送った歌。筆の後。見るに涙のしぐれきて。 言い返すべきことのはもなし。は、義士たちの仲間にも、細川家の家臣の間にも、評判となって、十内夫婦の中は、まるで若夫婦でもあるように、人々からからかわれた。そう、おからかいくださるな。せがれの高右衛門は、まだ一人身でござれば。十内は、真顔になって、それへ答えた。幸い、同じ、細川家へとお預けになったので、高右衛門は、養母に代わって、切腹の朝まで、 養父の世話をよくした。十内が着物にほころびを切らすと、早速、針と糸を借り受けて、それを縫うことまでしていた。武蔵野の、雪間も見えつ故郷の、妹が垣根の草も恵むいらん。二月三日付の手紙とこの歌が、十内の絶筆だった。同じ朝、四家に預けられていた、義子ことごとく潔い切腹を果たしたのであった。二女は、百科日ごろまで、家にこもっていたが、 やがて、一切の家事をきれいに片付け、六月初め、京都の本国寺へ行って、食を断っていたが、その月十八日、高根の雪のいつか消えるようにゆいた。妻やこの祭らんものを、急が増し、何かこの世に、思いよくべく、所持品とては、こう認めた一様の短冊しかなかったとのことである。